はいどうも、パラプンテ J リーグサッカーチャンネルというところで、今回価値あるドローというところで、ゼルビア福岡のレビューですね、やっていきましょう。よろしくお願いいたしますということで、まあこの引き分けをどう考えるかにもよってきますが、ただ間違いなくゼルビアを苦しめたっていうのは、これは自信にしないといけない。首位のチームですからね。首位のチームをこんだけ苦しめたっていうところ、まあ戦術的な相性でいうとゼルビアはやりづらさがあったかもしれませんが、一方でもそれ福岡も一緒なんですよね。福岡はもう町田もボールいらん、まあボール持ってちょうだいなっちゅう、本当ね、サッカーボールがすねるぐらいね、ふてくされるぐらいね、サッカーボールがねっていうぐらい、いやーそっちへどうぞ、オタクもどうぞみたいな感じでね、俺嫌われてんのかなみたいな、サッカーボールからしたらねっていうねスタイルなんでね、町田もやりづらかった一方で、正直福岡もね、もちろんやりづらさはあったっていうゲームてか相性のところですよね。まあそんな中で勝ち点値をしっかりアウェー首位相手にっていうのは、本当これは評価しないかんというとこでしょう。まあ、ということで振り返りやっていきましょうかね。こちらということで、町田福岡 0-0 というところで、スコアレスドローですね。だからまあ得点シーンもそんなに、そんなにしかなかったんで、あんまり実はこう触れるのが難しいところにはねなってきます。先発メンバーとしては、金森選手が右で先発っていうとこと、ダブルボランチは柴戸ではなくてゼルビアに関しては、下田選手と、先頭選手のダブルボランチというところに、なりました。ほんで、まあ、前半に関してはやっぱ前半というか、まあ、ゼルビアがやっぱボール保持する展開でしたね。うん、あの保持率自体はゼルビアの、ね、勝率を下げる保持率、まあ、保持率は高まるけど勝率は下がるみたいなところ、まあ、両チームともね、まあ、相手がボールを持ってる時こそチャンスみたいなところですもんね。まあ、サッカーって自分たちでボールを持ってる時だけがチャンスじゃなくて、相手がボールを持ってるからこそチャンスみたいなね、まあ、奪ってしまえば自分たちの、ね、パターンに持っていきますんでね、相手がボールを持つ、まあ、奪う準備さえしっかりしていれば自分たちの、次の瞬間にはチャンスになるみたいなところがありますんで、非保持なんだけども、非保持の時点ボール相手が持ってる時こそチャンスみたいな、まあ、これ長谷川健太が、ね、よく言ってましたけどもね、そういうところでございましてね。だからただ町田として押し込むっていう展開でありました。前半なんかがチャンスはあったんですけど、一方で押し込むっていうのが、じゃあゼルビアのスタイルかとか、ゼルビアがいいというか、ちょっと実はそうでもなくて、押し込むというよりもしっかり確実にこうチャンスを、決めきるみたいな、そっちですよね。少ないチャンスを決めきるとか、もう押し込むっていう、まあ押し込むことに別に問題はないのか、本来はないのかもしれませんけども、しかし、まあ、やっぱそこで決めきることができなかったんで、やっぱり難しさっていうところ、福岡からしてよく守ったなっちゅうところでしょう。で、前半の、ね、真ん中ぐらいから、福岡も徐々にこう、ね、前進するっていうところがあって、特に右サイド、ね、グロリ選手のオーバーラップがチャンスもね、あったとかしたんで、割とだから福岡からしたらね、まあやりたいことをやれてた前半かな、まあ押し込むゼルビアであったんだけども、ただ福岡からしたら全然押し込んでくれて結構というところもねあったと思いますんで、だからまあ狙いとしては福岡の方が当たったから、まあゼルビアさんにボールを押し付けるっていうところが一つね、まあ福岡が勝率高めるための作業と思いますんで、そこで勝率を高めるための作業は福岡もしっかり、できたというところで、でただ福岡に関しては2本ね決定的なチャンスがありました。まあ、ウェリントン選手のヘディングのシーン、あれはちょっと決めてほしかったかなというところ。ただウェリントン自体はやっぱ調子いいですよね。なんか昨年よりもね、この2年間で言うと今が一番調子がいいのかなというぐらい、ウェリントン攻守にね効いてます。だからこそあのクロスボールにはしっかり、ね、決めてほしかったというところ。ザヘディもいっぱいありましたね。ザヘディ選手の1本ねチャンスがあったんで、正直福岡からしたらね沈めるチャンスもあった。ただそこはやっぱりね反省点かな。まあゼルビアに引き分けたというところ、首位相手にアウェーで引き分けたというところは全然これは評価しないといけないところにはなる一方で、じゃあ防戦一方でねチャンスが全くなかったかというとそうでもないんで、特に本当決定機は後半2回あったんでね、まあ、ウェリントンの、まあ、決定機と考えるかどうかまた人によって分かるかもしれませんけど、ただなウェリントンの、ね、決めきるポイントでした、あれはね、というところで、ザヘリーも決めきるところであったと思いますんで、そこのチャンス2度決めきれなかったというのは反省点であり、まあ、マイナスポイントかなというところでしょう。でだからまあゼルビアも押し込むっていうところあったんで、まあ決めきるチャンスもあったし、やっぱエリキの個人技っていうのはね福岡を苦しめたっていうのもねありますし、まあ
やっぱりこう下田選手のねパスを散らす力、まあ、だからある意味下田選手と仙道選手の先発というところは、まあ、自分たちがねボールを持つ展開っていうところを想定してでしょうね。やっぱりこう仙道柴戸ってなってしまうと保持した時にね力が出しづらい。まあ、仙道は全然こうボール持ってチャンスを作るんですけどもね、ただまあ柴戸の方がねやっぱボール持つよりも、ね、ボールを奪う方が力が、出せますんで、そういう意味で保持で力が出せる、まあ、ある意味黒田監督の考え自体はこれは全然理解ができますよね、うん、やっぱり保持する展開となれば下田選手の方が力が出せますんで、そういう意味で下田選手、まあ、前回フリーキックもね決めていますんで調子がいいってことを考えて下田北斗の先発であったと思うんですけど、一方でやっぱ保持する展開を想定して下田北斗を置くっていうのはこれはさすがだなっていう感じが、ね、いたしました。まあ、どちらもね決定値がチャンスはあったゲームにはなるんですけど、ただ一方でね決めきることができなかった、ゼルビアからしたらやっぱ勝ちたかったゲームではあるでしょうし、まあ、この後結果的に行われた鹿島アントラーズが、ね、引き分けたんで、ね、さらにこう差を広げるチャンスであったんですけども、結果はまあ鹿島とお付き合いのドローというところで、なかなかに、難しい展開になってしまったというところでしょう。まあ、ただある意味、硬いゲームでね、こうなんだろうな、この試合を初めてこう J リーグの試合を見た、ね、人、初めて J リーグの試合をゼルビア福岡のゲームで見ましたっていう人からしたら、ちょっとね、物足りんなサッカーって、なんかね、物足りんなっちゅうところかもしれませんが、一方でやっぱね、こう一サッカーファンとしてはね、この試合見ていてね、ああ、やっぱり硬いな、両者、良さが出てなっちゅうゲーム展開でありましたし、まあ特に福岡でいうと松岡とか、ね、めちゃくちゃ良かったですよね。でなんとなくね試合を見ていて思ったのが小田選手、小田はなんかゼルビアに狙われそうだなーってなんかねふとねなんかね思ったところがあって、やっぱねこのサイドウィングバックとしてね競り合うこともできますし、まあね町田の補強ポイントでいうとサイドバックがね補強ポジションというところになってきますんで、なんかね来季以降小田選手がねこうゼルビアのサッカー本当ねこう空中戦で競り勝つとかね、小田選手はそういうのやっぱ得意なんでね、なんかそっちの心配がね出てしまったからね、あこれ小田はなんかゼルビアのねサッカーにはまりそうだなーで、なんか黒田監督もなんかその辺分かってそうだなーとかなんかね、思うところもあったんで、なんかちょっとゼルビアね小田を狙ってきそうかなっていう補強のところではね、まあ夏はないとは思うけどね、ただなんか将来的にねゼルビアのサッカーに小田が染まるっていうところはなんか見えてしまったなっていうところがあって、なんか試合中そっちの不安がねあって、小田選手がねサイドでこう競り勝つたびに、あこれは黒田監督求めてきそうだなみたいなねところもありましたんでね、まあそういうところで、まあ小田選手ね、まあ良かったでしょうしね、であと宮選手もねやっぱ良かった、まあやっぱこう僕はもしかしたらこう奈良選手もみんな元気であればね、宮選手の序列はどうなんだとかね話をね確かねしていて、でまあ序列が下がってなければいいし、下がったらねやっぱ他のクラブから狙ってもおかしくないよねみたいな話はしていたんですけれども、例えばこのフィード能力とかね守備の粘り強さ見ていたら、やっぱ福岡の選手って今後もね頑張っていってほしいっていう感じがね、改めてしましたけどもね、はい、ということで今回は以上です。以上プロメンテ、夜サッカーチェンでございました。よかったチェンドバスその